天国でまた青は第一次世界大戦後のフランスを舞台にしたピエール・ルメートルの2013年の小説である。2013年にアルバン・ミシェル出版から言語のフランス語で出版され、その後2015年にはフランク・ウィンによる英訳版がマックル・ホース出版から発売された。コンクール賞などの注目すべき賞をいくつか受賞し、2017年には 同米で映画化もされた。ルメートルによる戦艦機を舞台にした三部作を予定しているシリーズの一作目である。シリーズ二作目の小説、炎の色は2018年1月に刊行された。第一次世界大戦の末期、アンリ・ドルネ・プラデル中尉は部下の二人を故意に殺害し、彼の指揮下にあった残りの部隊を先導した。目撃者のアルベール・マイヤールとエドアール・ペリクールは、 ドイツ軍の攻撃を生き延びたが、ペリクールは重傷を負った。プラデル、マイヤール、ペリクールの3人は、終戦後、民間人の生活になれるために奮闘する。ペリクールとマイヤールは、戦勝者よりも戦没者に同情しているように見える、社会に復讐するために、戦争の英雄の記念碑を売る計画を立てる。一方、プラデルは独自の詐欺を企て、 ベリクールのアネマドレーヌと関係を持っていた。2015年10月16日に早川書房から平岡厚氏の翻訳で単行本と文庫本が出版されている。この翻訳版は日本翻訳家協会による日本翻訳家協会賞で2016年度の翻訳特別賞を受賞している。ありがとうございます。